シュビーバーディンエンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、ルートビヒスブルク郡に属す、町村である。人口約1万1000人のこの町は、郡庁所在地のルートビヒスブルクから約 5km、バーデンビュルテンベルク州の州都シュトゥットガルトから約 10km の場所にある。この町は、シュトゥットガルト地域及び、シュトゥットガルト大都市圏に含まれる。 おそらく3世紀に建設されたこの町は1304年に初めて文献に記録されている。この町はフランドルから国会に至る古い交易、軍事街道沿いに位置することが特徴である。この街道は現在の連邦道 B15 線にあたる。第二次世界大戦後、この町は根底から変化した。農業をもっぱらとする村落から大企業が立地する、 近代的な工業都市に変貌したのである。シュビーバーディンゲンの土地利用図。ピンクが市街地、濃い緑が森林、薄い緑が草地、その中間がゴルフ場、水色が水域である。シュビーバーディンゲンは、ネッカーボンチの南西部、オードに覆われ、バーデンビュルテンベルク州中部の川谷によって刻まれた高地にあり、北緯49度線のやや南に位置している。 シュビーバーディンゲン周辺の地形は土壌に大きな違いがある。それは地名のマイナスベルク、グランド、タルといった末尾で識別することができる。町内を小さなグレムス川が流れている。この川はランゲスフェルトやシュトローモイの緩やかな起伏のあるムシェルカルクの土地を侵食している。グレムスタールには周期的に水に浸かる草地が見られる。 シュビーバーディンゲンの土地の約35%が住宅地、交通用地で62%が農業に利用されている。残りは森や水面である。この町の最高地点はカタリーネンリンデで,で海抜351メートル。最低地点はグレムスタールの下流側で海抜238メートルである。シュビーバーディンゲンは北から時計回りに 以下のご市町村と境を接している、マルクグレー人間、メイクリン人間、コルンタールイコールミュンヒンゲン、ヘンミンゲン、エイバーディンゲン。シュビーバーディンゲンは、西をシュバルツバルと、南をシュバーベンアルプス、東をシュバーベンフランケンの森、北西をシュトロム山地やホイヒエル山地で守られた、ネッカーボンチ南西部の穏やかな気候を特徴としている。 シュビーバーリンゲンガゾクスシュトゥットガルト広域圏は、オーバーラインタールと並んで、ドイツで最も暖かい地域の一つである。最も暖かい月は7月で、平均気温は摂氏18.8度、最も寒いのは1月で、摂氏1.3度である。穏やかな気温だけでなく、長い日照時間、少ない降水量、高い頻度で無風となる低い風速も特徴である。 シュビーバーディンゲンの平均年間降水量は679ミ、mm、リメートルである。他の南ドイツの地方と同じように、降水の多くは夏にあり、6月と8月が最も降水量の多い月である。この地域では、降水不足になりやすく、古くからよその水を引く必要があった。このため、ボーデン湖水供給会社が1954年に発足した。 州統計局の2018年現在のデータによる、現在のシュビーバーディンゲンの長域で証明されている最初の定住の痕跡は新石器時代のものである。極めて肥沃な土壌とグレムス川の都小地にあることから、紀元前5000年頃から集落が形成された。バーデンビュルテンベルク州文化財庁の発掘で2つの集落が明らかとなった。専門家の間で、 シュビーバーディンガーグループと呼ばれる古い集落跡は、紀元前4300年から紀元前4200年と同定されている。これには、紀元前4000年頃に葬られた若い女性の屈葬母も含まれる。第二の集落跡は、ミヒエル・ソベルク文化のもので、シュビーバーディンガーグループよりも700年から800年ほど、新しい。ローマ人は85年に、 ケルト人の地を征服し、後世の集落を通ってグレムス川の徒承地に至るローマ街道が建設してその痕跡を残した。ローマ街道は、その後何世紀にもわたって、シュビーバー人間の発展に関与し、各時代の最も重要な街道であり、ライン川とドナウ川とを結ぶ主要な連絡路であり続けた。この街道は、特に軍事目的に利用された。ローマ皇帝、 ハドリアノスやその軍団が117年から138年までの間にこの街道を通った。ローマ街道沿いにローマの荘園跡が残されており、考古学的発掘では、紀元後1世紀のローマ人の集落跡が見つかっている。3世紀になると、アレマン人がライン側に至るローマ帝国地域を征服した。この頃、おそらく260年頃に、 スイードバート・イング・イエヌという名前で、現在のこの町にあたる集落が形成された。この名称は、アレマン人のジッペ・スイードバートに由来する。500年頃に、フランク人がアレマン人に勝利した後、後のシュビーバーディンゲンの領域は、南東のアレマン人と北西のフランク人との部族協会に位置することとなった。この協会は、キリスト教系後のフランケンのシュパイアー主教区とアレマンの、 コンスタンツ市教区との教区境と同一である。部族の教会や広域街道に面し、フランドルから国会やイタリアに至る街道の都市地がある。交通の要衝にあたる、この場所には都市地を守るという軍事的配慮から村が建設された。現在のシュビーバーディンゲン町内からの様々な出土品がかつて多くのアレマン人集落があったことを示している。町内東部にあり、 14世紀に廃村となったフェインゲン村が750年から802年までの間に初めて文献に記録されている。この廃村は2005年に詳細な考古学的調査が行われた。これまでに知られている最初のシュビーバー人間ンンに関する文献記録は1304年のエスリンゲンの土地台帳である。ここにはバーサス・スイーバー・ピーン・のニモルゲンの耕作地という 記述がある。14世紀に、ビュルテンベルク博がこの地域に支配地域を拡大し始めた。ホーエンベルクナゴルト博ビュルギンデアユンガーも、1321年10月18日に、シュビーバーディンゲンの境界種5県を、ビュルテンベルク博、エーバーハルト後期博に売却した。ビュルテンベルク博の他に、町の南に拠点を置いていたニッペンブルク家も、1160年に、 初めて記録された書量を村内に有していた。1684年にアンドレアス・キーザーによって作成されたシュビーバーディンゲンの絵図16世紀から17世紀にシュビーバーディンゲンは戦争と薬病にひどく苦しめられた。ペストは3回にわたってこの村を襲った。1584年8月だけで88人が薬病で亡くなった。 すでに大幅に減少していた住民たちは新たな脅威にさらされた。平時に通行する商人が街道沿いの街に好ましい影響を与えるのと同じく戦争時に通る軍勢は貧困と苦悩をもたらした。30年戦争は人口をさらに減少させた。守備イーバーディンゲンは略奪と焼き討ちに苦しめられた。この時代、9年間にわたって教会簿に記事がない。 西武室の命によれば村は完全に打ち捨てられていた。1688年から1707年の間に繰り返されたフランス軍の襲来はさらなる荒廃と経済的損害をもたらした。1707年にビラール元帥に引きられたフランス軍が再びライン川を渡って侵入し、6月4日にシュビーバー電源に宿営した。2日間の交渉の末、 ビュルテンベルク政府は100万グルデンで国の保全を得た。これはこの町で作成されたシュビーバーディンガー協定に文書化されている。18世紀末直前に再び軍隊がこの町に侵攻してきた。墓地に立つオーストリア司令官ハインリヒホンパルツァーの破壊師がオーストリアとフランスとの戦いを物語っている。おそらくこのオーストリアの後衛部隊は 街道とグレムス川と招致を守ろうとしていたのであった。オーバーアムとマルクグレー人間に属す、この町の住民に犠牲を強いたのは戦争だけではなかった。頻繁に起こる強作や分割相続権がこの両方の住民を貧しくしていった。飢餓や失業が19世紀のポーランド、ハンガリー、アメリカ合衆国への移住に拍車をかけた。 1806年に建国されたビュルテンベルク王国の新たな行政制度の発行により、シュビーバーディンゲンは1807年にオーバーアムトルートビヒスブルクニズを食すこととなった。19世紀後半からこの町に重要な技術発展が起こった。1878年に上水道が整備された。さらに郵便、電報局が建設された。 1900年頃町を通るハウプト通りが舗装され、すぐに最初の自動車が通行した。シュトローゴイ鉄道の建設によりシュビーバーディンゲムは1906年に鉄道に直接接続した。同じ年に電灯が設置され、それまで使われていた石油ランプは撤廃された。1914年から1918年の第一次世界大戦では約50人。 シュウィーバーディンゲイン住民が死亡した。戦後は、1923年までのインフレーションや1929年からの世界恐慌、その後の失業率の急速な上昇の巻き添いとなった。1933年のナチ党の権力掌握、及び受験法発行後、町議会は強制的同一化がなされた。しかし町長オイゲン・ヘルマンはその職に残った。また、 労働者スポーツ協会シュビーバーディンゲンなどの労働運動組織は禁止された。ナチ時代のビュルテンベルクの行政改革により、シュビーバーディンゲンは1938年に新設されたルートビヒスブルク軍に編入された。1939年から1945年までの第二次世界大戦の戦闘によって、かなりの数のシュビーバーディンゲン住民が死亡した。 71人が死亡、20人が行方不明となった。戦争末期には特にスポーツグラウンドに設けられていた通信施設を目標として何度も空爆を受けたが、街自体はわずかな建物の損害だけで切り抜けられた。1928年に建設されたグレムス川の橋は第二次世界大戦の終末期に退却するドイツ国防軍によって爆破された。 1945年4月21日、フランス軍第一軍団が西からこの町に侵入し、さらにルートビヒスブルク及びシュトットガルト方面へ進軍していった。その少し後にドイツの降伏により第二次世界大戦は終了した。第二次世界大戦後、この町はアメリカ管理地区の一部であったため、1945年から新設された。 ビュルテンベルクバーデン州に属した。1952年にこの州から現在のバーデンビュルテンベルク州が形成された。戦争末期から多くの故郷を追われた人や避難民がシュビーバーディンゲンにやってきた。この町は大きく変化した。それまでの農村から近代的な商工業主体の町に変わった。経済やつに伴い多くの企業がシュビーバーディンゲンを拠点とした。 中でも最大にして財政上最重要な企業が1963年からこの町にあるロバート・ボッシュ GMBH である。人口は爆発的に増加し住宅地はゆっくりと町境に近づいていった。2004年に人口は1万人を超えた。2018年現在の人口は約1万1000人である。ハルトウンとシェーンビュール法府の 市町境シュビーバーディンゲンの町域北西部に位置するハルトホーフはシェーンビュールホーフと共に小集落を形成している。1760年にシュビーバーディンゲン出身の二人の家族によって当時のハルトホーフの基礎が築かれた。境を接するシェーンビュールホーフはこれよりも少し新しく、1770年にマルクグレー人間から来た三人の家族によって建設された。 ハルトウンとシェーンビュールホーフの共同行政は特殊であり、人口約300人の集落の中、一部は数軒の家の中をシュビーバーディンゲンとマルクグレー人間との死会が通っている。この地区の成人した住民たちは8年ごとに自分たちの中から利益代表及び代弁者としてアンバルトを選出する。1991年までは就寝であった。 このアンバルトは、所属する二つの親自治体に対して本省集落の利益代表を務める。1797年から存在するプロトコールブーフには、歴代アンバルトにより、集落の決議、協定、問題点を書き記されている。かつての市町村法では、アンバルトに自治権が与えられていた。アンバルトは、住民集会を招集し、 町議会で主張を行う義務があった。現行の市町村法では、アンバルトに関する公式な記述はない。しかし、ハルトウンとシェンビュール法府では、法的根拠の拉違いでこの機能が維持されている。デオルクス教会シュビーバーディンゲンは、もともとグレムス側によって分けられる、コンスタンツ市教区とシュパイアー市教区との教会に一致していた。この集落自体は、 シュパイアー市教区に属していた。ビュルテンベルク全土がそうであったようにシュビーバーディンゲンでも1534年から宗教改革がなされた。その後何世紀もの間この町はもっぱらプロテスタントの町であり、14世紀に建設されたシュビーバーディンゲンのゲオルクス教会がこの町の福音主義教会となった。第二次世界大戦後、旧ドイツ東部領土から追放された多くの人々が、 流入し、シュビーバーリン間にカトリック信者が定住した。1945年には、カトリック信者は全住民のわずか2%であったが、1950年までに369人、約17%にまで増加した。彼らは当初、ゲオルクス教会で行われる、福音主義教会の礼拝に参加していたが、1964年4月4日に、カトリックの聖ペテロ及び、 パウルス協会が完成した。この二大協会の他に、シュビーバーディンゲンには新首都協会が存在する。一家に示す人口は、推定値、人口調査結果、各時点の統計局の公的な研究結果に基づいている。シュビーバーディンゲン、町役場シュビーバーディンゲンの町議会議員は18、議席である。町議会は選出された名誉職の議員と議長を、 勤める町長で構成される。町長は町議会において投票権を有している。1945年以降の歴代町長を歴記する図柄、青地に八本の突起がある金色の星。その両側に互いにこう向け合う金色の狼の罠。1859年のオーバーアムと記録には町の紋章は二つの向かい合う半月。 その間に星があると記されている。この文章は、おおむね一世紀前に作られた。歴史的資料によれば、ここに描かれているのは半月ではなく、半月状の狼の罠のアンカーであり、二重のフックで木の枝にかけられていたものであることが知られている。狼の罠は、かつては、狩猟道具として、漁師の装備品であり、他の狩猟や、漁労用具と同様、中世には、 紋章の衣装として用いられた。1980年12月4日、この町は、ルートビヒスブルク軍役場から、木から青の配色の旗を認可された。しかし実際にこの町で使われている旗は、認可されたものとは異なり、青から木の配色である。シュビーバーディンゲンは、以下の自治体と、姉妹自治体関係にある町の博物館が、 入居している旧牧師館町の博物館は、ゲオルクス教会の近くに16世紀に建設された旧牧師館に1991年3月から入居している。大規模な改修後、この郷土博物館は3つのフロアに1870年から1920年の農具や日常生活用品を展示している。常設展示には家具、布、手工芸品及びガラスや、 陶器の多彩な調理用器具が含まれる。さらに遊びや学習をテーマにした展示も行われている。屋根裏会には19世紀初めの小さく外観可能な村の模型が展示されている。かつてこの町で盛んに行われた三つの重要な手仕事を家具作り、服飾したて、靴作りが趣向業会議所に展示されている。さらに完全に復元された鍛冶屋が博物館の 中庭に設けられている。深い岩にうがたれたケラーにはワイン作りの街であったシュビーバーディンゲンの過去や伝統的豊かなラムブルワリーが記憶されている。リーダークランツはシュビーバーディンゲンの最も古いクラブとして1840年に設立され、1848年に現在の名前ゼンガーブンとシュビーバーディンゲンとなった。三つの異なるカッペレに 約110人が登録しているシュビーバーディンゲム音楽協会は1925年に設立された。この音楽協会は1970年代に協会所有の音楽学校を設立した。この学校は1989年に現在のシュビーバーディンゲム音楽学校に移行した。シュビーバーディンゲを本拠地とするシュトローゴイ交響楽団は1950年に 設立された。このオーケストラは、アマチュアミュージシャンの自主組織であり、フレーデーリック・チュミが指揮している。このオーケストラは、伝統的に春に2回のセレナードコンサート、秋に3回のシンフォニーコンサートを行っている。さらに、内外で様々な特別公演を行っている。シュトローゴイ公共楽団はこれまでに、カーン、パンプローナ、コベントリーで演奏会を開催している。 シュビーバーディンゲーム音楽学校は1989年にシュビーバーディンゲム町と音楽演奏協会の運営で設立された。当初はシュビーバーディンゲーム音楽協会及びシュトローゴイ交響楽団の学生、福音主義、トロンボーンコーラスの学生が入学し、音楽早期教育やリコーダー教育のプライベートクラスが設けられた。1989年10月に 約180人が入学した。近隣市町村の音楽指導者が一時的に教鞭を取った後、音楽教師資格者のベルトルトフスが音楽指導者に就任した。これ以後彼はこの学校を成功理に指導し、公共生活で無視できない存在となっている。音楽学校は20ヶ月からの幼児教育もあり、成人に対しても開かれている。音楽演奏協会のために、 後継者を積極的に育成し、増大していく時代にあった、音楽文化の余暇活動の需要に対して、絶えずその機会を拡大している。シュビーバーディンゲン音楽学校のモットーは、ミュージックイズアワーファーストラブである。四つの目標は、趣味余暇教育ケアと要約できる。ニッペンブルク城址シュレスレ町のやや南外れに、ニッペンブルク城址がある。 クレムス川で縁取られた尾根に築かれたこの城塞はニッペンブルク漁師家が建設したもので1160年に初めて記録されているすべての基礎壁が残されているこの城塞施設はシュトットガルト広域圏で現在唯一の例である町の中心部にゲオルクス教会があるこの教会は大変保存状態が良い頑丈な環状壁で囲まれた14世紀建造の 防衛協会は1495年から1498年にルートビヒホン・ニッペンブルクが建築家ペーター・フォン・コブレンツに依頼し後期ゴシック様式で協会を拡張した際に現在の姿となった。高さ43メートルの協会塔は1515 15年頃に初めは戦闘型の屋根で建設された。この塔は落雷でひどい被害に遭い。 その上部が1795年に取り壊された。その後再建する際に、現在のヘルメット型の屋根をいただく等になった。ゲオルクス教会の向かいに立つシュビーバーディンゲンのシュレスレはニッペンブルク・バルブルンシ家ケの古い領主館である。1773年に、ビュルテンベルク公領の旧廷書機関室がこの建物に入居し、フリードリヒ一世様も、孔子時代や、 即位後も時折、この館に滞在した。現在このお木は、町の所有となっている。町の中心部に、水木が建っている。何度も、改築や転用がなされた結果、かつての住居は、納や家畜小屋となり、水堀は、土砂で埋め立てられたため、この建物はもはや水木の外観を呈していない。現在、この給水場には、シュビーバー電源の町役場が入居している。 建て込んだ土地の外れで、連邦道 B15 線が堂々たる、高架橋でグレムス川を渡っている。1962年に建設された、このグレムスタール橋は、高さ38メートル、長さ200メートルで谷を越える。グレムス川沿いには、歴史的なシュトゥンペンミューレがある。1998年に、町の中心部に、シュビーバーディン原町民館が完成した。 この近代的な建物の中には、町立図書館、町民ホール、教会事務室、音楽学校の事務室と教室、町のオーケストラの練習室が入居している。この文化イベント会場は、年間約5万5千人が訪れるまでに発展した。市民の交流の場としては、15世紀までに建てられた旧、ブルックミューレが用いられる。2004年にフェルイコールアレーナが完成した。ここでは、 TSV シュビーバーディンゲムのサッカーチームがホームゲームを行っている。カタリーネンリンデグレムスタール、ミュンヒンガータール、ニッペンブルク周辺の自然保護区のほか、町内には数多くの自然文化財がある。これには、例えばカタリーネンリンでマルクトシッチ地区、フェインガーキルヒレのポプラ群が含まれる。フェルイコールアレーナシュビーバーディンゲムには約20のスポーツクラブが存在する。 最大で最も長い伝統を有するのが1906年に設立された TSV シュビーバーディンゲンである。TSV の成果の多い有名なチームはブンデスリーガで活動するファウストボールチームや2007、8年シーズンにオーバーリーガバーデンビュルテンベルクに属したサッカーチームである。この他に広く知られているスポーツクラブとしては、例えばテニスクラブシュビーバーディンゲン。 スキーツンフとシュビーバーリンゲン、カワクラブがある。街には、体育、祝祭ホール、屋内プールのスポーツホール、ファルハレと3つの体育館がある。フェルイコールアレーナ周辺のスポーツ施設には、サッカースタジアムの他に、いくつかのトレーニンググラウンド、陸上競技レーンを持つスポーツ広場がある。さらに、実家学校の向かいのヘレンビーゼンベークには、陸上競技場がある。 屋内プールシュビーバーディンゲンには、スポーツプールと学習用プールがある。様々な自転車道や遊歩道が通っている。グレムスミューレン自転車道は、グレムスエックから、ウンターリークシンゲン近郊のグレムス川が、エンツ川に注ぐ河口まで40キロメートルの自転車道である。ホーエンアスペルクからディッチンゲンまで、ケルト文化の様々な遺跡をたどる。 全長 30km のケルト自転車道もシュビーバーディンゲンを通っている。1987年のツールドフランスは第4区間にシュビーバーディンゲンを通った。シュトゥットガルトからプフォルツハイムまでの全長 71km の区間で1987年7月5日に行われ、ベルギーのヘルマンフリソンが区間優勝した。 シュロス・ニッペンブルクゴルフ場町の郊外にシュロス・ニッペンブルクゴルフ場がある。ドイツで最も成功したスポーツ選手の一人であるベルンハルトランガーが設計した18ホールのチャンピオンコースは1995年から1997年までの3回ジャーマンオープンの会場となった。2008年2月にテニスの世界ランキング選手トーナメント クラフステニスグランプリがシュビーバーディンガーテニスハレで開催された。シュビーバーディンゲン駅連邦道 B15 線がシュビーバーディンゲンを通っている。このコースはローマ時代からすでにライン川とドナウ川とを結ぶ主要交通路であった。現在は1962年のバイパス道路建設後は街の中心部を通らず元の道路の北側を通っている。この道路により 工業地域と住宅地域が分離されている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、シュビーバーディンゲンから約3キロメートル南東の A81 号線、シュトットガルトズフェンハウゼンインターチェンジである。シュトローゴイ鉄道は、町の南にあるシュビーバーディンゲン駅を通って、コルンタールとハイマーディンゲンとの間を定期的に運行している。また、 高速鉄道路線マンハイムシュトゥットガルト線がシュビーバーディンゲンの北東を通っているが町内に駅はない。さらにシュビーバーディンゲンはローカル定期バス路線で結ばれておりシュトゥットガルト交通運賃同盟に加盟している。現在計画されているルートビヒスブルクシュタットバーニへの接続が検討されている。シュトゥットガルト国際空港は約2 5トル離れた。 ラインフェルデンエヒターデンゲンにある。かつて、街道沿いの村と呼ばれていたシュビーバーディンゲンでは、往来の活発な帝国道路、交易路に面し、軍隊や商人が行き交う、その立地により、昔は、旅館や、家事や、車や、蔵屋といった職人が重要な意味を持っていた。また、シュビーバーディンゲンは1950年代まで農業が主体であった。1812年に、 シュビーバーディンゲンで最初の工業系企業ラム・ブラウエライが開設された。ここで生産されたラム・ブロイは群域を超えて広く知られていた。1970年代まで従業員数は約60人に増加し、1時間に1万6000本が生産された。この中規模なブルワリー業者は1981年に大規模ブルワリー。 シュトゥットガルター・ホーフブロイに買収され、稼働を停止した。1960年代からシュビーバービンゲンの工業とそれに伴う職場の数は、飛躍的に発展した。この町の企業、主に自動車部品工場や運輸会社には現在、合計7740人が雇用されている。この町に住む4053人の非自営業者のうち、 シュビーバーディンゲン町内で雇用されているのは942人だけである。2005年の失業率は約5%であった。シュビーバーディンゲンのロバート・ボッシュの開発センター1968年からシュビーバーディンゲンに原動機付き車両部門の開発センターを置いているロバート・ボッシュ GMBH は約6300人を雇用するこの町最大の雇用種である。 この他の主な地元企業を列記する。2019年4月3日、町はそれまで農地だったシュビーバー電源ンンの15ヘクタールの土地をポルシェが買収する意向であることを発表した。2019年7月14日に住民投票が行われ、57%が新しい工業地区の建設に賛成した。軍立クレイブラッド養護ホームの老人、養護ホームが2つある。 アルテスシュールハウスシュビーバーディンゲンの学校制度は16世紀にまで遡る。1559年に現在のルートビヒスブルク軍の軍域で2番目の国民学校としてアルテスシュールハウスが建設された。第一次世界大戦前にはすでにこの建物は手狭になり、1914年に新しい学校が建設された。現在この建物には、 アムベルク基礎家庭学校が入居している。ヘルマンブッツァー修例として統合された基礎家庭学校2校と本家庭学校のほか、シュビーバーディンゲンヘン民ン,ン実家学校がある。最寄りのギムナジウムはマルクグレー人間とコルンタールイコールミュンヒンゲンにある。1989年からこれに加えてあらゆる年齢の住民に対して門戸を開いているシュビーバーディンゲン音楽学校がある。 成人教育については、シュビーバーディンゲン市民大学が存在する。この町の電量網とガス網はエンベベイレギオナル、エジーが運営している。シュビーバーディンゲンの北部では、ボーデン湖水供給会社の水が供給されている。南部では、ボーデン湖水供給会社の水と、地元のヘレン・ビーゼン深層水源からの地元の水が混合されて供給されている。ハルトウンとシェンビュール法フは、 シュトローゴイ水供給会社から水を引いている。人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%個会社の、ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルートビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。ドイツ語番、ウィキソースに、本記事に関連した原文があります。ベシュレイバーングでオバーンツバイフンのシュイーバーディングン。 ありがとうございます。